安藤祐也は、大分県大分市出身の元プロ野球選手、コーチ、アテネオリンピック野球の銅メダリスト。小学生の時、野球をはじめ、富士が、丘少年野球団でプレー。ちなみに小中学校の後輩に、鉄平がいる。大分友情大高校時代は、県大会ベスト8が、最高成績で、比較的無名の存在だった。 東京の山中正武監督率いる、法政大学に進学後は2年時に、慶応義塾大学の高橋義信に、それまで、大学の先輩、田淵光一が持っていた東京6、大学リーグ通算本塁打記録を破る23本目の本塁打を打たれ、右肩の故障などもあって4年春に2勝、秋4勝したが、大学通算7勝を4敗の成績だった。卒業後は、 地元の大分銀行に就職して、軟式野球に転校する予定だったが、後に夫人となる大学の同級生の勧めもあり、23本目を打たれた当主と言われ続けるのは嫌だと、内定を辞退して、社会人野球のトヨタ自動車に入社。なお、大分銀行には後に、プロ入りの際の契約金を全額預金することで、恩返しをした。トヨタ時代は、 最速時速 150km の速球を投げる、本格歯右腕として、頭角を表し、第71回都市対抗野球大会、第72回都市対抗野球大会に2年、連続出場し、2001年のアイブフワールドカップ、日本代表にも選出された。同年垣のドラフト会議において、大学の後輩でバッテリーを組んでいた。 浅井良と共に自由獲得枠で阪神タイガースに入団。なお、入団した年に同じくコーチに就任した田淵からは新記録となる本位の位打を打たれたことを挨拶代わりにいじられたという。2002年は4月14日の対横浜ベースターズ戦でプロ初勝利を挙げるが、その後は打ち込まれるケースが多く参照に終わった。2003年には中継ぎに転向。 この年に、阪神へ移籍してきた、イラブ・ヒデキのアドバイスもあって、1軍公式戦51試合の登板で、1点台の防御率を記録した。シーズン中盤からクローザーに定着した、ジェフ・ウィリアムスとの勝利の方程式で、チームの18年ぶり、セントラルリーグ優勝に貢献したため、シーズン終了後には、推定年俸4100万円で契約を公開した。 2004年には、アテネオリンピック野球日本代表に選出。シーズン途中に、オリンピックへ出場した。しかし、通算防御率が3.58に上昇するなど、シーズン全体では前年ほどの安定感が見られなかった。2005年には、岡田明信監督の意向と本人の希望から、先発投手に再転向。投球フォームを2段モーションから1段に変え、 11勝を上げて、規定投球回数にも到達。リーグトップの勝率、688を記録し、優勝に貢献した。2006年も先発でスタートしたが序盤に、急性返答1000円で一時登録抹消され、その後、久保田智之の離脱による、投手陣再編で一旦中継ぎに回った。夏から、再び先発ローテーションに復帰し、9月3日の対、 横浜戦でプロ初完封勝利を達成するなど2年連続の2桁勝利を記録した。シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸でわずかに1億円に届かなかったものの、前年より2000万円増の9800万円で契約を公開した。2007年は、春季キャンプで右足を故障して出遅れ、その後右肩にも違和感を覚えて、 右肩憲法科活液法炎と診断され長くに軍での調整を続けた。8月28日にリリーフとしてシーズン初登板、その後先発にも復帰したが終盤に3連敗を喫するなど不本意なシーズンとなった。このためシーズン終了後には2年ぶりに推定年俸7800万円で契約を公開した。2008年は春季キャンプから ハイペースで調整を続けオープン戦でも好調を維持し、3月28日の対横浜戦で自身初の開幕投手を務め5回に失点で勝利投手となった。この年はシーズンを通して先発の柱として活躍、チーム最多で自己新記録となる13勝を挙げた。10月8日の読売ジャイアンツとの同率首位の直接対決に先発するも、 先制を許し4回に失点で敗戦投手となった。なお、シーズン終了後には、推定年俸1億2000万円で契約を公開。プロ入り後初めて、年俸が1億円に到達した。2009年も開幕投手を務め、先発ローテーションの一角として活躍した。しかし4月29日の対横浜戦で、自己ワーストの一イニング6失点を喫するなど、 年間を通じて全体的に調子が上がらなかった。高等しても味方打線が抑えられる不運もあって、9月1日の先発勝利を最後に勝ち星から遠ざかり、8勝12敗の成績に終わった。9月末からは、 クライマックスシリーズへの出場権をかけた東京ヤクルトスワローズとの直接対決6試合のうち9月28日10月3日10月8日の3試合で先発起用される9月28日の当番では6回に失点の投球内容だったが打線の援護に恵まれず敗戦投手となった10月3日には味方に逆転してもらった直後の3回表に 西からの三連打による三失点を含む三回四、失点で降板。そして、少年場の10月8日の当番では、三回裏に、荒井高弘三塁一種の失策が絡んだとはいえ、二二塁打を許すに失点でもちこたえられなかった。結局、安藤が当番した直接対決三試合で、全敗してしまい、チームは、クライマックスシリーズへの出場権を得られず、四位に、 甘んじた。2010年に向けオフには減量へ取り組み、新規一点を図った。しかし開幕に向けた最終調整の場であった3月20日のオープン戦では1イニングに7アンダを浴びせられて、一挙6失点を許し、不安を残したまま3年連続の開幕投手を務めることとなった。その3月26日の開幕戦でも、 序盤から失点を許し続ける不安定な投球を見せた。結局5回3失点ながら味方の反撃により、辛くも勝利投手となったものの、以後の登板でも9位の低下が目立ち、4戦連続で相手チームの打線に打ち込まれ、開幕戦以来の勝ち星を挙げられないまま4月26日に2軍落ちとなる。シーズン半ばに1軍復帰し、先発。 中継ぎとあらゆる形で登板するも、7月8日の対、ヤクルト戦で喫した1イニング7失点など、投球内容は好転せず、8月にグミへ再降格。終盤には右肩を故障するなど、投球回を大きく上回る、被安打を許し、防御率7.27ホイップ1.77と、プロ入りあとアーストの成績に終わる。さらに、シーズン終了後の契約交渉では、 球団から二年連続の減報を提示。結局、三年ぶりに一億円を割る年俸で契約を公開した。2011年は、右肩の故障の影響もあって、オープン戦、公式戦ともに二軍スタートとなった。ウエスタンリーグ公式戦での口頭が認められて、6月12日の、対埼玉西ブライオンズ戦に先発で1軍復帰を果たしたが、 ニイニングを持たずに三失点で交代を命じられた。結局、一軍公式戦への登板はこの試合だけにとどまった。ため、プロ入り初めて未勝利でシーズンを終了。シーズン終了後には、推定年俸5800万円での契約公開を余儀なくされた。2012年は、中継ぎから先発に転向する小林博史と、 先発6番手を争い、オープン戦は好調で、先発6番手の座を得た。4月5日の対ヤクルト戦で、先発当番手7回無失点の好投で、2010年8月19日、以来595日ぶりの勝利を挙げた。しかし、一軍公式戦全体では、13試合の当番で3勝7敗、防御率4.05という成績にとどまった。 2013年には、再び中継ぎに転向。6月2日の交流戦対福岡ソフトバンクホークス戦で9年ぶりのセーブを挙げた。開幕から公式戦で12試合連続無失点を記録するなど、58試合に登板し23ホールドを挙げた。その結果、シーズン終了後には、推定年俸7500万円で契約を公開した。 2014年は一時は、先発再転向も囁かれたが、シーズンに入ると中継ぎとして起用された。前年ほどの安定感はなかったものの、レギュラーシーズンでは、2年連続で50試合以上の1、軍公式戦に登板。防御率は3.80ながら、6勝2敗を記録するとともに、2年連続で23ホールドを上げた。さらに、チームのシーズン2位で迎えた。 クライマックスシリーズでは、ポストシーズン初勝利を記録。シーズン終了後には、推定年俸8500万円で契約を公開した。2015年には、開幕直後に、右肩の張りを訴えて一時戦線を離れながらも、一軍公式戦で3年連続の50試合登板を達成。シーズン前半に逆転本塁打を浴びて2敗を、 キスするなど不調だった影響で、通算成績は5勝4敗15ホールドにとどまった。しかし、通算防御率は3.02で、前年より1点近く改善した。シーズン終了後の契約交渉では、本人や大方の予想に反して、球団から減報を提示。結局、推定年俸8200万円で契約を公開した。二千十六年には、 開幕を2軍で迎えたが、4月10日に1軍登録。1軍公式戦全体では、4年連続で50試合登板を達成するとともに、0勝1敗11ホールドながら、防御率を2.53にまで改善した。2017年には、2015年まで自身とともに、救援陣の一角を担ってきた、福原忍の引退によって、 チームの現役最年長投手としてシーズンに臨んだ。しかし、前年は二軍生活に終始していた、桑原健太郎がオープン戦から救援で高騰を続けた影響などから、公式戦を二軍でスタート。二軍では、ウエスタンリーグの公式戦で7月下旬までに23試合の登板で防御率0.41を記録するなど、 セットアッパーとして、高等を続けていた。それでも、若手投手を徴用する、チーム事情との兼ね合いで、一軍昇格の機会がなかった。さらに、体力の衰えを感じたことから、8月頃からこの、シーズン限りでの現役引退を模索。9月5日の当番が、結果的に引退発表前最終当番となり、回を投げ石川春から三点タイムリースリーベースを、 打たれるなど4失点し、その後の9月12日に引退の意思を球団へ伝えると、14日には球団を通じて引退を発表した。翌15日に臨んだ引退会見では、毎日身体の心配をしなくても良いので、引退を決めたことで肩の荷が降りた。小さい頃から憧れていた、甲子園で一軍初勝利を挙げられたばかりか、仕事場になったのは夢のようで、 声援が力になったと涙ぐみながら語った。阪神球団では、一軍の2017年レギュラーシーズン最終戦に、あたる、甲子園球場での中日戦を、安藤の引退試合として10月10日に開催。安藤は、この試合の8回表に、現役最後のマウンドへ臨んだが、最初に対戦した、石川俊から一軍公式戦初本塁打を浴びた。 次に対戦した代打の野本慶にも、三遊間に、痛烈なゴロを打たれたものの、試合前に、現役引退を表明したばかりの三塁一種、荒井良太のダイビングキャッチによって、この年唯一の一軍公式戦闘番を終えた。試合終了後に模様された引退セレモニーでは、大した能力もなく、大した選手ではなかったが、半身で能力を出し切った。 現役生活にほぼ悔いはないと10回しつつも日本シリーズに3度出場しながら一度も日本一を達成できなかったことだけが心残りと告白。その上で4日後からクライマックスシリーズに臨む阪神ナインを念頭に日本一という名誉や目標を今ここにいるチームメイトや鳴ル浜で一軍を目指して必死に頑張っている後輩に託して ユニフォームを脱ぎたいと語った。その後で、ナインから胴上げされると、新井と一緒に、甲子園の場内を一周することで、半身一筋の現役生活を締めくくった。10月26日付で、新井と共に、NPB から、任意引退選手として講じ。2017年10月23日に、新井と共に、半身の二軍育成コーチへ就任することが、発表された。 福原が2軍投手コーチへ移動することに伴う就任で育成コーチとしては若手投手の指導を担当する。最速時速150キロメートルの速球と変化球のキレに定評がある投手。変化球はスライダー、シュート、フォーク、カーブを駆使する。ありがとうございます。